いらっしゃいませ。バーフィリップにお越しくださいまして、誠にありがとうございます。さて、一度クリアしたはずの変が、全部元に戻って色が全部ついてるって思っていますね、皆様。ご安心ください。決してセーブデータが消えたわけではございません。今回この度は、一度クリアしたはずのクンフー編をもう一度プレイさせていただこうかなと存じます。私が一度クリアしたのは、ユン編でございますので、残りの弟子お二人、サモ編とレイ編を今回はプレイさせていただこうかと存じます。皆様、今回は配信プレイではございませんが、どうかお見届け、ご視聴よろしくお願いいたします。それではスタート。ところは中国、太子山という山に剣法使いの老人がいた。年老いてきた彼はその剣法を受け継ぐ若者を探す。三人の弟子を探し出し、体力、速度、力の修行を行う。どの弟子が後継者となるかは、老師の修行のつけ方次第。よろしいですか？はい。では、スタート！あちょ！いやー、ほんと。クンフー編は、ライブアライブ大好きな人たちにとっても、かなり人気のエピソードでございますからな。私もプレイして、ほんと、とっても感動いたしましたよ。楽に流される、世の風潮。それによって絶滅する命運を余儀なくされつつある一つの剣法がある。その剣法の名は、ここで名前をつけるんですね。いや、クンフー編は主人公の名前をつけるんじゃなくて、その主人公が使う剣法の名前をつけるっていうのがまた面白いところなんですよね。ですが、デフォルト名のこの心の山の拳と書いて、深山剣。こちらで今回もプレイさせていただきとうございます。いやー、この BGM と、そしてこのグラフィック。素晴らしいですね。古き良きスクエア RPG。深山剣。山のごとく動じぬ精神、水のごとくたおやかなる心を常とする。だが清流も場合によっては岩をも砕く激流となる。肉体より精神に重きを置き、人としての強さを追求する。それが深山剣。早すぎて読み切れなかったぞ。やはり、ダメか。もはや、一刻の猶予もならん。この体が、言うことを聞くうちに、委ねねばならん。強い体と、心を持った若者に、我が、深山剣を。クンフー編、伝承！始まります。いやー、一度プレイした作品にもかかわらず、ゾワッときますな。やはりこの演出と流れに。これほど大人気なエピソード。感動作でございますよ。そして、深山剣老師は後継者の若者を探すため、久方ぶりの下山を決意したのであった。さあ、ここからスタートということでございまして、今回は、まずはそうですね。サモ君から、今回は、まず最初の方でございますが、サモ君を、弟子にして、サモルート、クリア、目指させていただこうかと存じます。それではスタート。では、まずはサモ君と出会うイベントから、視聴させていただきましょう。食い逃げだー！
出たー、サモくん登場。そして包丁を持ったあるあるおじさん、包丁を避けながら食べて逃げる、この身体能力の強さ、さすがでございますよ。えい、誰か手を貸す、ある、うちでごちそうする、あるよ。そしてみんなに抑えられ捕まったサモくん、ついについ捕まえた、ある、今までの金払う、ある。ふしゅ、お金ないち、なら出るとこ出てもらうね。おお、新参権老師様、この男いつもうちで食い逃げするね。ユンファイチのホイハンテンも上がったりあるよ。老師様、懲らしめてほしい、ある。まあまあ、ダメ、ある、うちも商売ある、母ちゃんにそれに子供たくさんたくさん、それともロイ様、肩代わりしてくれる、あるか。よかろう、さすがロイ様ね。お前、ロイ様に感謝する、ある、今度したら邪所にする、あるよ。さあ、これがサモ君との出会いでございます。なぜ食い逃げなど、おら頭弱いっち、誰も雇ってくれないっち、けどおら体大きいっち、人よりたくさん腹減るっち。お主、それだけの体生かさねばもったいないぞ。え、おらこの体のせいでバカにされてきたっち、この体が役に立つんか。さよ、その体は立派な個性、それを生かすも殺すもお主次第じゃで。おらの体が個性、あそこまで動けるとは大した個性じゃ。あれは食い逃げする一心で、わしのところに来れば飯くらいいくらでも食わすぞ。ただしちょっとばかり運動してもらおうかな。飯もうまくなるぞ。うまい飯が食えるなら何でもするっち。お主、名は？サモ。サモ八花だっち。早くうまい飯食わせてくれっち。あちょう！サモ八花が弟子入りした。ああ、サモくんが仲間になりました。では、トラ。竹林の虎を、虎狩りをして、サモくんをレベル上げしてから、またみんなを集めましょうか。サモ八花はレベル6になった。さ、というわけで、サモはもともとレベルが高めのキャラだったので、今回は1だけ上げさせていただきました。では、サモの修行はこれにて終了させていただきまして、他の弟子を集めに今から参ろうと思います。さあ、弟子3人、加入し終わりましたので、これから修行をしに行こうかと存じます。まあ、毎度おなじみ、分かっている人は分かっていると思うのでございますが、弟子をするのは一人だけ、そして伝えることができるのも一人だけでございますね。ここが我が新参権の道場じゃ。うはぁ、本当に汚ねえぜ。ここが僕が稽古を積む場所。そんなことより腹が減ったっち。腹が減っては戦はできんち。お師匠さん、飯にしてほしいっち。残念じゃが、早速修行じゃ。しー！参道を登ってきて休む間もなくですか。
泣き言言うんじゃねえ、てめえら。上等だ。早速、おっぱじめようぜ。まずは、お主らの今の力を見極めさせてもらおう。あたいから行くぜ。レイか。遠慮せずに来るがよい。言われなくたってそのつもりよ。くそさあ、次はどっちじゃ。オラが行くっち。少しでも腹が減らないうちに。稽古が済んだらたらふく食わせてやるぞ。たらふくの飯。ふしゅるるるるる。ま、こんなもんじゃろう。さて、ユン、どうする？ワイならやめておくか。行きます。わしを殺すつもりでかかってくるのだ。うわあ。おう、思ったよりやりおる。これは楽しみになってきたわい。おお、こんなにも早く三人も見つかるとはの。さ、こんなに疲れたのは久しぶりじゃ。じゃが、心地よい疲れじゃ。さ、さも。飯、まだっちか。お主、まだ食欲があるのか。さて、まずは基本となる体力をつけねばならん。この山頂は空気が薄い。ここで自由に動けるようになればかなりの体力はつくはずじゃ。今日の修行は全部で4戦というところじゃな。さて、誰から行くか。たらふく飯だち。来なさい。これくらいにしておくか。今日はここまでじゃ。明日は違うところで修行じゃぞ。ゆっくり休むがよい。さあ、今日はこの竹林で速度を上げる修行じゃ。素早さか、オラ自信ないっち。確かに動きにくい足場ですね。へっ、ここはあたいにとっちゃ庭みたいなもんさ。では始めるぞ。これくらいにしておくか。口では強がっているが、今日の修行は答えたじゃろう。どれ、様子を見てみるか。さすがにクタクタじゃろう。こんな硬い床でも死んだように眠っておるわ。ん？ユン？サモさんには体力、レイさんにはスピードがある。くそ、負けるもんか。
ユン。わ、わ、わ。さて、お主らもどうにか基本はできてきた。今日からはわしとの実戦で力を身につけるのじゃ。望むとこだよ。稽古の飯はもっとたらふくにしてくれっち。実戦とは相手がお主らの命を狙ってくるということじゃ。じゃからわしも本気で行かせてもらう。ごく。こやつらも強くなった。今のわしに連続してできるのは四戦が限度じゃろ。さて誰から行くか。これくらいにしておくか。お師匠様。じい。大丈夫じゃ。お主らがわしの想像以上に上達しよったということじゃ。ほっほっほ。今日はこのわしが休まねばならんようじゃな。そうして新参剣浪士と三人の弟子の修行の月日は瞬く間に過ぎていった。さあ今日は大事なことを教える。お主らは確かに強くなった。だが強さとは相手を倒すことだけではない。自らの身を守ることも強さのうちじゃ。浪士様、浪士様。ひい、またおらお。違うあれ。門の町のならず者がユーファの市場に来て好き放題あるよ。門の町の。孫子王だ。ユンファなら浪士様の目が届かないと思って僕が行きます。うぬぼれるな。今の主が言ったところでどうにもならん。確かに今のお主らでも奴らを倒せるじゃろ。しかしその恨みはお主らではなくユンファの人たちに帰ってくる。力に力で対抗しても憎しみを増やすだけなのじゃ。お主らはまだ心が鍛えられておらん。浪士様。案ずるな。ユンファにはわしが行く。お主らはここで稽古をしておるのじゃ。よいな。わかりました。すみませんでした、お師匠様。お気をつけて。頼むある浪士様。お師匠さん、早く帰って飯にしよっち。わかってるよ、稽古だろ。何度やってもこの後の運命を分かった上でプレイするのはやはり辛いものがありますな。それでも私は歩を進まねばならないようでございます。それが定めでございますから。酒だ酒だ。食いもんだ食いもんだ。女だ女だ。いいじゃねえかよ。
三権の知事。早々に立ち去れ。お主らとて痛い目を見たくがなかろう。この俺があの時のままと思うなよ。義破門団に入り厳しい修行を積んだのだ。くらえ、俺様の新必殺剣。お主らには何を言っても無駄のようじゃ。おう、この舞。くそ、こんなはずでは。このままで済むと思うな。オディバン・リー様がお前らを叩き潰してくれるだろうよ。兄貴。オディワン・リー、ギハモンタン。やたる、さすが新参剣浪士様ある。もはや、言葉もありません。私は、あの稽古場へ戻らなくてはならないのでございますから。あ、ユン、ユン、レイ、しっかりすんのじゃ、レイ、レイ。サモは、サモまたこだ、お、サモ、お、お師匠さん、一体何があったのじゃ。ギハモンタンとかいう奴らがすごい数で、レイとユンがやられて、お、ほら、怖くなって。しっかりせんか、サモ。許さんぞ、ギハモン団。ユン、レイ、すまなかった。安らかに眠ってくれ。何、この老いぼれもすぐ行くじゃろ。待っていてくれ。これからわしのすることをよく見ておくのじゃ。今のわしにはもう何度もできないことじゃからの。わしの息遣い。間の取り方。その一挙手一投足を。その目に。心に。しかと焼き付けるのじゃ。お師匠さん。ごっく。これが新参剣究極奥義。千賀連山剣じゃ。今のお前にはできようはずもない。しかし一度心に焼き付けておけば、お前なら
そう長くはかからんじゃろ。今日はこれまでじゃ。ゆっくり休め。どこへ？ちとあいつらの墓前に行ってこようかとな。わしが強くあれと教えたばかりに、ユン、許してくれ。お主に娘らしい人生を歩ませてやりたかった。すまぬ、レイ。命惜しい者、立ち入るべからず。なんだじじい、老いぼれの来るところではないぞ。あいにくと用があるのじゃ。その老いぼれがな。小僧、このギハモン団道場に一人で乗り込んでくるとは、何者だ、貴様。忘れたのか。貴様、ワン・タンナベ剣のガキか。父の無念を晴らすため、今日の日を待ちわびたぞ。貴様たちを倒したい一心で、血の滲む修行で体得したこの技で、父の仇を討つ。これが、ワン・タンナベ剣奥義。ドハツ天突き剣。はぁわたなべ。父ちゃん！なんか、新参剣老士。隠れ！奴の首を取った者は、格上げだぞ。うわあ！えい、虎を放て。がっつり逃げてみせます。ここでこの虎と戦う義理は全くありませんからな。老師はいくら戦っても経験値が上がりませんからもう。えい、どけどけい。新参剣老士。キリがないわ。だがここで王旗を使えばリーには勝てん。持つかこの体が。なんだ、何の揺れの元だ。な、地震か。サモン、お師匠さん、レイとユンを殺したのはオーラの弱さだっち。敵討ちオーラがしなきゃいけないっち。バカ者めが。
よし、行くぞサモン。獅子の手、飛び爪、サモンの技をあんまり把握してないから、このタイミングでちょっとどんな感じか見ておこう。豆板醤、なかなかいい射程に入らない。殴り、シマリス客反撃、老子の舞、さも明日の敵を狙うか。竜子両派腕、この飛び爪が痛いんですよね。シャノイ、シャノイで合ってんのか、そもそもこれ読み方。シマリス客、サモは体力だけが取り柄ですからな。おお、飛び爪が刺さる、刺さって痛い、豚足、おお威力が高い、確かに。老子の舞、勝利、サモと合流したんで装備品をパワーアップさせましょう。ようこそ新山剣老師。貴様がオディワン、オディワンリーか。お初にお目にかかる。死に損ないの半人前とよくここまで来た。さすがは新山剣老師、尊敬に値する。だがここにいる者は門下生たちとは違う。一度にかかってもいいが、それでは我々の価値は目に見えている。第一、それでは多勢に無勢、卑怯は好ましくない。何うっち、道場に来た時は何だっち。ああ、あれは門下生たちだ。束にならなければ何もできない連中だ。その日を詫びる意味でも、義をもって接しよう。末席から紹介させていただく。三子、数子、いい子、あるし、とんちゃ、しゃーちゃ、なんちゃ、ヘイチャ、チャン、リン、シャン三姉妹。そして主席、イーペイコー。これらの者と順に戦い、勝ち残れねば、文字通り私の足元にも及ばん。さあ、楽しい宴にしようではないか。さあ、というわけで、サモルート、この連戦連撃の戦いを勝ち抜いてみこうと思います。セーブ。ブワーン。三子、数子。
まずは近くのやつから撃破だ。連打。竜子両派ワン反撃。いいぞ。反撃としては申し分ない技だ。当番じゃん。シマリス客。遠距離からシマリス客の連発。連発。音速。さすがさもパワーがすごい。いいし、あるし。近かったらロープの前だ。お、反撃技か向こう。オーバンジャン。反撃した後うまい具合にアース、あそこにいるやつにも攻撃が当たるな。いいコンボだな。竜光両派ワン。そしてサモも竜光両派ワンでステータスダウンを測る。敵の感じが、技目が難しすぎて読めない。シマリス客。おお、サモの体力をもってしてでも、ローコの前の反撃。さすがサモは、知力が足りないがゆえに、低いがゆえに威力が低いな。ならパワーで押し切るまで、当番じゃん。修行で覚えさせた技ちょっと失敗だったかな。そもそもサモはレベルが最初から高かったから覚えさせられる技の量が少なかったか。トンチャ、シャーチャ、シマリス客。リュウコ両派ワン。まずはステータスダウンだ。もう範囲技が強い。てか強いというか広い。そこなら威力は大したことない。獅子の手。下に下がってきたってことは強い技狙ってきてんだろうな。馬の手、馬の手。百里堂一方客。あ、来た。熊の手。おお、強い。さすが、ターンがかかるだけあって威力が高いぞ。おお、攻撃して後ろに下がる技か。シマリス客。なんだ、音速だ。シマリス客。豚足。なんか熊の手の方が高かったするけど、ステータスダウンはしてないからか。竜光両派ワン。よし、それでいい。ああ、反撃がいい。確かすごい射程技あったな。これだ、バンバンジー。これもターンがかかるタイプの技か。サモはパワーがあるけど時間がかかる技が多いんだね、やっぱり。うおー、範囲技が来た。バンバンジー。132、高い。勝利が、油断はならないぞ。敵はまだまだ強くなってくる。ペイちゃん
なんちゃ。老子の舞。おお、向こうのステータス断系の技か。やだな。竜子両派ワン。おお、しかも反撃もしてくる。威力高い。老子の舞。よし、まずは一体。やつのあの技強いからな。あの範囲に入らない場所に移動しないと。バンバンジーシマリス客。うわー、威力高いその技は。くらえ、バンバンジー。近づいてきた。どうする。ここで回復使うのもな、もったいない気がするし。老子の舞。ここもあとわずかなはずだ。よし。ほう。さすがは新山県。ならば、美女三人がお相手いたそう。三対一だぞ。いや、三対二か。配置を考えながら戦っていきましょう。シマリス客。まずは一番近くなやつから、近くなやつと戦っていこう。音速。シマリス客。音速。音速、そんな威力がない。玄武の舞、威力高いな。じゃあここでロープの前で2体攻撃だ。まずは1人。火竜の舞。さあ、バンバンジーか。で、老子はロープの前で2体攻撃。いい威力。おお、強い。反撃技だ。いや、強くはないか。範囲が広いだけで。シマリス客反撃。バンバンジー。強い。330。さすがさん。さあ、次はイーペーコーのじいさんですな。一応こっちから話しかけてあげよう。お見事。嬉しいぞ、新山県老子。久しぶりにお前の出番だ。イーペーコー。グラフィックとは違って強そうな。ドット絵とは違ってこっちのグラフィックの方が強そうなんですよね。と、遠距離からの攻撃が強いぞ。こっちもバンバンジーで遠距離アタックだ。で、老子は老子の舞。何、近づきすぎるとその技で吹っ飛ばされるから。あー、しかも手が使えなくなった。バンバンジー。さあ、もう遠くからバンバンジー打ってるだけでも十分強いな。イーペーコーが今使える技は一方客とシマリス客だけか。アクリドを一方客。うわー、サモが狙われまくってる。なら今度は熊の手。シマリス客外れだと。ああ、後ろ向いたから邪魔されたな、これは。こうなったら近くで攻撃だ。竜子、両派ワン。
ステータスダウン。おお、反撃でこの威力か。しかも後ろ向いてくれたぞ、急に。ありがたい。ローこの舞。大番じゃん。よし、撃破。勝利。二体登場。いや、二人か。はははははは。ご紹介が遅れてすまない。そやつらは、ソーズ、マンズ。暗殺剣の使い手であり、常に私の後ろに位置する者たち。そやつらに反逆され、私自身も暗殺されるやもしれぬ。それゆえ、私は隙ができぬということだ。我らギハモン団は仲間ではない。同門だが信頼はない。真の強さとは、そこまでせねば求められんものなのだ。サモン。こやつらは、わし一人で倒す。お主はリーを、オディワン・リーをやるのだ。無理だっち。リーの狙いは、わしらの体力を消耗させることじゃ。わしよりも、お前の方が奴を倒せる力が残っている。思い出すのじゃ。二人の墓前で見せた奥義を。わしの息遣い。間の取り方。その一挙手一投足を。その目に、心に。しかと焼き付けるのじゃ。やるっち。貴様が私の相手。老師ではなく貴様が。さすがの老師も夜都市派には勝てぬか。笑われるのは慣れてるっち。けど、お師匠さんを笑うのは許せないっち。ガキが、そんなに死に急ぐか。はあ。レイ、ユン。やってみるっちゅ。新参剣奥義。所詮付け焼き場よ。千賀連山剣。さあ、始まりました。オディワン・リーラストバトル。この戦い、負けられない戦い。前回は千賀連山剣を使うこともなく倒してしまいましたが、今回こそ綺麗にこの技でとどめを刺していこうと思います。さあ、やっていきましょう。まずはステータスダウン、有効量幅44、強老剣。うわー、吹っ飛ばされた。しかも威力も高い。まずいぞ、斜めの位置は良くないということを何度も学んだからな。こればっかりはいろいろ対策を練って動かないと。おお、これも斜め技か。
強い。しかも吹っ飛ばされたから邪魔された。そんな時間をかけてる暇はないってことが当番じゃん。ほい、功労ミスって、しょうがない。どれでいくか、距離がちょっとあるぞ。できるか、できないか。炎の技101って強っ。トンサカ、まずい。そろそろ回復しないと。肉まん、ステータスアップだ。この距離ならバンバンジー。近づかれすぎてミスったが、しかも攻撃した後も距離を作るところがうまいな。バンバンジー、あー、バンバンジーがなかなか当たらない。この技ちょっときついぞ。近づくと強老剣が飛んでくるし、あー、またまずい。あ、ヒレマン、あー、強老剣が強い。攻撃されるたび距離を作られる。竜子両派ワン、反撃、竜子両派ワン。チンジャオロース、お、こっちのレベルまで下がっちゃうのか。チンジャオロース、それはまずいぞ。あー、やられちゃう。そろそろどうだ、やるか、回復するか。回復しよう。ちょっとひよったな。あんまん、よし、ステータスアップ、これが大きい。強盗剣が痛いぞ。当番じゃん。うお、痛い。ここで使うか、千賀連山剣。あー、ちょ、お願い、死んで、これで。ダメか。知らなかったけど、いいダメージを与えた。ちょっと回復に回ろう。距離があるからな。ステータスアップ。じわりじわりと近づいてくる。熊の手でどうだ。痛い。また吹っ飛ばす。吹っ飛ばし技か。なんて強い。厄介だ。百里堂一歩逆。なあ、あと一発当ててから技やったらかっこよく決まったってことか。勝てました。これでもクラウチークラウチー。わーん。お塩さん、倒したか、サモ。強くなったな。お師匠さんには道具を呼ばないっち。新山剣、お主なら正しく伝承してくれるじゃろ。何言うっち。いや、ここまで持ったのが
不思議なくらいじゃ。お主の成長がわしをここまで生きさせたのじゃろう。さも自信という字を知っておろう。自信とは自分を信ずると書く。自信と勇気、その二つを忘れてはならぬぞ。不思議、わかりましたっち。さあ、ユンとレイに伝えるかの。お主の成長ぶりを。お師匠さーん。ああ、サオのドット絵がすごくむせび泣いている。わかるよ。わかるよ、サモ。お前の気持ち。さあ、これにて、ライブアライブ空風編、サモ編、無事クリアできました。いやあ、サモ編も心打たれるものがありますな。お師匠さん、大岩がついに割れたっち。自信は少しついたっち。けどおらん、まだまだっち。つい食べ過ぎてしまうっちよ。おらもいつかお師匠さんみたいに、いんや、お師匠さんを超えてみせるっち。やるっちよ、レイ、ユン、お師匠様。このオラが。新山剣の伝承者なのだから。大食感。食い逃げ野郎だったサモが、ここまで、心、肉体デカではなく、心も体も鍛えられた。立派になりましたぞ、サモ。いやー、正直、ライブアライブ空風編、三つ、あると、お聞きして、パターン化してる流れなのかなって思っていたこともありましたが、すいません。撤回いたします。全部違って全部いいです。それぞれの物語を見届けることができて、私は嬉しく思います。ここまでやったこと、そして、この動画を皆様にお見せできることを、私は幸せに思い、さも彼のように、私も自信と勇気という言葉を胸に生きていこうと存じます。お師匠様、あなたが弟子一人一人に教えることはどれも深く、そして胸に響きます。修行をしたあの日々は決して弟子の誰もが忘れることはないでしょう。無論あの世に行ってしまった二人も同じ気持ちだと思いますよ。はあ、ああってため息が出るような本当物語でございますな、空風編は。いや本当、初見の時はもっと感動しましたけども、
初見じゃなくてもここまで胸に打ち震えるとは。まあでもサモ編は初見でしたからな。あちょ！激臭！では次はクンフー編レイルートをこなしていこうと思います。というわけでまずはレイちゃんに会いに行こうと思います。縛ってますね。縛ってんのが何を隠そう、女の子、唯一の女の子の女の子弟子レイちゃんでございます。しかし戦いの世界に男も女も関係ない。この子を育て鍛え上げることが今度の私の目的。ちょっと待ちな。こんな寂しいところを不用心に歩くあんたが悪いんだぜ、じいさん。さ、針金置いてきな。もんなしじゃ。何？あいにくと持ち合わせておらんのじゃ。お主のような奴にくれてやる金はな。くっそ！じじいだって手加減しないぜ！長生きも今日までだ！この勝ち気な性格というかハスッパな性格のレイちゃんがまた可愛いですね。女性として扱ってもらえずに今まで生きてきたって感じなんでしょう。辛い生活を送ってきたのでしょうな。私が、あなたを鍛え上げて、女性らしい生活を送らせてあげたいですね。まあ何をもって女性らしいというのかわかりませんが、今この昨今の時代ではこのあたいがこんな老いぼれじじいなんかに。ふわふわふわ、娘さんならその老いぼれを大切にするもんじゃ。しかしなかなかの動きじゃった。野党などしてるよりお主憲法をやってみぬか？ざけんじゃないよ！けど、このままじゃあたいの気が収まらない。教えてもらおうじゃんか、その憲法とやら。ただし、弟子になるためじゃないよ。あんたをコテンパンにのしてやるためさ。ふわっ、息のいい娘さんじゃ。娘って言うな！あたいはレイ。レイ・クーゴって立派な名前があんだから。わかったわかった。そんなに怒るな。可愛い顔が台無しじゃぞ。えん口の減らないじじいだね。さ、とっとと行くよ。レイ・クーゴが弟子になった。まあ、読み上げてるのが私だからちょっと残念なお声になってしまいますが、まあ、きっと相当可愛い人が、このレイちゃんの声を当ててくれるんでしょうな。リメイク版のライブアライブでは。そんなことを想像しながら、レベル上げさせていただきましょう。どうこのまい。さて、これで弟子も3人か。汚いところじゃが、わしの道場で早速稽古をつけようかな。はい、というわけで弟子3人揃いましたので、これから稽古タイムに励ませていただこうかと存じます。レイルート開始。さっきから開始はしてんですけど、稽古開始でございますな。え、泣き言言うんじゃねえてめえら。上等だ、早速おっぱじめようぜ。まずはお主らの今の力を見極めさせてもらおう。あたいから行くぜ。レイか、遠慮せずに来るがよい。言われなくたってそのつもりよ。ほう、思ったよりやりよる。これは楽しみになってきたわい。ほほ、こんなにも早く三人も見つかるとはのう。
こんなに疲れたのは久しぶりじゃ。じゃが、心地よい疲れじゃ。サモ！飯、まだっちか。お主、まだ食欲があるのか。口では強がっているが、今日の修行は答えたじゃろ。どれ、様子を見てみるか。さすがにクタクタじゃろ。こんな硬い床でも死んだように眠っておるわ。ん？ユン。サモさんには体力、レイさんにはスピードがある。クソ、負けるもんか。ユン、おおお。さて、お主らもどうにか基本はできてきた。今日からはわしとの実戦で力を身につけるのじゃ。望むとこだよ。稽古後の飯はもっとたらふくにしてくれっち。実戦とは、相手がお主らの命を狙ってくるということじゃ。じゃからわしも本気で行かせてもらう。ごく。おやつらも強くなった。今のわしに連続してできるのは4戦が限度じゃろ。さて、誰から行くか。来なさい。シマリス客。ね、なかなかやりよるではないかね。おう、この舞。このわしがやられるだ。おう、この舞。これでとどめじゃ。おう、この舞。これまでじゃ。危うくわしがやられるところだった。これくらいにしておくか。おっ、お師匠様。じじい。大丈夫じゃ。お主らがわしの想像以上に上達しよったということじゃ。ふわふわふわ。今日はこのわしが休まねばならんようじゃな。そうして新山県老師と三人の弟子の修行の月日は瞬く間に過ぎていった。さあ、今日は大事なことを教える。主らは確かに強くなった。だが強さとは相手を倒すことだけではない。自らの身を守ることも強さのうちじゃ。
老子様、老子様。いい、またオラを。違うある。ウォンの町のならず者がユーファの市場に来て好き放題あるよ。ウォンの町の孫子王だ。ユーファなら老子様の目が届かないと思って僕が行きます。うぬぼれるな。今の主が言ったところでどうにもならん。確かに今の主らでも奴らを倒せるじゃろう。しかしその恨みはお主らではなくユンファの人たちに返ってくる。力に力で対抗しても憎しみを増やすだけなのじゃ。お主らはまだ心が鍛えられておらん。老子様。案ずるな。ユンファにはわしが行く。お主らはここで稽古をしておるのじゃ。よいな。わかりました。すみませんでした、お師匠様。お気をつけて。頼むある老子様。お師匠さん、早く帰って飯にしよっち。わかってるよ、稽古だろ。ああ、幾度となく見届けなければならないこの定め。今日で何回目だろう。こればかりはどうにも慣れることはできない。飛ばせるものなら飛ばしてみたい気持ちもありますが、いや、ここはレイルートとしてのこの場でございますから見届けなくてはいけないことなんでしょう。あはははは、酒だ酒だ。はあ、腹立つな、あいつら。食いもんだ食いもんだ。女だ女だ。いいじゃねえかよ。新参剣の爺。早々に立ち去れ。お主らとて痛い目を見たくはなかろう。この俺があの時のままと思うなよ。義破門団に入り厳しい修行を積んだのだ。くらえ、俺様の新必殺剣。くそー、こんなはずでは。このままで済むと思うな。オディワン・リー様がお前らを叩き潰してくれるだろうよ。兄貴、置いてかないで。オディワン・リー、ギハモンだ。やった、ある。さすが新参剣老子様ある。ああ、またこの道を歩み、あの道場に戻らなきゃいけないのか。本当にこればっかりは何度やってもだ。ああ、レイがもうすでに何があったんじゃ。レイ、どうしたのじゃ。じじい、すまね。じじいの留守中、ギハ、モンタンとかいう奴らが、あたいら、死に物狂いで戦ったんだけど、あいつら、すごい数で。ユント様は、中に、しっかりするのじゃ、レイ。ああ、なるほど。レイルートは、レイちゃんが道場の外にいるって感じだったのか。ああ、ユン。
ユン！ユン！サモ！サモ！しっかりせんか！サモ！サモ！許さんぞ、ギハモンタン。ああ、お墓の真ん中が空いてる。ギフン、サモ、すまなかった。安らかに眠ってくれ。何？この老いぼれも、すぐ行くじゃろ。待っていてくれ。これから、わしのすることを、よく見ておくのじゃ。今のわしには、もう何度もできないことじゃからの。わしの息遣い。間の取り方。その一挙手一投足を。その目に、心に。しかと焼き付けるのじゃ。これが新山拳究極奥義、千賀連山拳じゃ。今のお前には敵をはずもない。しかし一度心に焼き付けておけば、お前なら、そう、長くはかからんじゃろ。今日はこれまでじゃ。ゆっくり、休め。どこ行くんだい？ちと、あいつらの墓前に行ってこようかとの。すまないという気持ちでいっぱいだ。わしが強くあれと教えたばかりに、許してくれ。お主のその体に自信をつけてやることができなかったな。許せ、サモ。もはや退路はない。もう決めたのだ。この残された命と体で、奴らに、ギハモン団の奴らに、死を報いねば、死んでも死にきれん。年寄りが一人で敵討ちかい？レイ！ジジイ。
人で行くんなら、この値を倒してから行きな。バカモン！チキショ！あたいのせいで、あたいのせいであいつらは死んだんだ。こんなあたいを、ちゃんと女として扱ってくれたあいつらが、このあたいのせい。で、レイ、泣いている暇があるか。行くぞ、レイ。ギハモンダンの オディワン・リーを倒しん。あ、何気ここちょっとごじってる。オディワンじゃなくてオティワンになってる。ちょっとこんな盛り上がる場面でこれに気づいた人結構いるかな、もしかしたら。では行きましょう。そんな野暮ったいことを言ってる場合ではない。命惜しい者立ち入るべからず、命など棒に惜しくはない。なんだジジイ、老いぼれの来るところではないぞ。あいにくと用があるのじゃ。その老いぼれがな。新参剣老子、隠れ。奴の首を取ったものは格上げだぞ。さあ今回はもうすべての敵を倒していきましょう。レイちゃんの経験値にも入れるためにも。うわあ、ではここまでやってきたということで、
オディワン・リーたちとの連戦。ライブアライブクンフー編、レイちゃんルート、挑戦させていただこうかと存じます。では。ようこそ、新山県老師。貴様がオディワン。オディワン・リーか。お初にお目にかかる。死に損ないの半人前とよくここまで来た。さすがは新山県老師、尊敬に値する。だが、ここにいる者は門下生たちとは違う。一度にかかってもいいが、それでは我々の価値は目に見えている。第一、それでは多勢に無勢、卑怯は好ましくない。よく言うぜ！道場を襲った時はあんな数で来たくせに。ああ、あれは門下生たちだ。束にならなければ何もできない連中だ。その火を詫びる意味でも義を持って接しよう。末席から紹介させていただく。三氏、数氏、イー氏、アル氏、トンチャ、シャーチャ、なんちゃ、ペイちゃ、ちゃん、りん、シャン三姉妹。そして主席。イーペイコ。これらの者との順に戦い。勝ち残れねば、文字通り私の足元にも及ばん。さあ。楽しい宴にしようではないか。くえ、相変わらず、粋な演出というか、こしゃくな演出でございます。ではまず、こやつらから、挑ませていただきますと。三子、数子。老子の舞。連打1龍子両派1カウンター。シマリス客、やっぱレイちゃんのシマリス客強いな。シマリス客、もう師匠のシマリスを超えてますよ。いいし、あるし。老子の舞。突き。獅子の手カウンター。邪経剣。シマリス客。逃げて、エイちゃんの足技を恐れている感じがするな。おお、威力が高いぞ。シマリス客、危ない。 HP が。老子の舞。勝利。トンちゃん、シャーちゃん、老子の舞。高橋切り、百里堂一歩客。そうですね、こんだけ近いと。邪経剣、いやー、100倍威力の技がこんなすぐ出せるってのがすごいし、ありがたいな。
シマリス客。慣れた時にはどれかな。もう少し近づかないとダメか。シマリス客。しました。ロー、この前勝利。ペイちゃん、なんちゃロー、この前動かすタイプの技で、しかもステータスダウンまでついてるか。じゃあ経験。うわ、そこも当たるか。威力が低くて助かった。シマリス客。うわ、密着してしまった。そうですね、竜子両ハワン。ステータスダウン。うお、まずい。お師匠さんが、ジジイがやられてしまう。シマリス客。じゃあ経験。いい威力。あともうちょっとといったところか。お、じゃあ経験反撃。これはでかいぞ。勝利。肉まん。ほう、さすがは新山県。ならば美女三人がお相手いたそう。リン、シャン、チャン。配置が前のサモ編とは違う感じになってるんだな。なんか戦い方をちょっと考えなければいけませんな。シマリス客。獅子の手。まずは一人。シマリス客。お、まひた。これはラッキー。じゃあここで二人一気にローコの舞で与えていきましょう。お、ダブル麻痺。いいぞいいぞ。ローコの舞。おー、気持ちよく勝てた。ではいいペーコーのじいさん、相手だ。お見事。嬉しいぞ、新山県老師。久しぶりにお前の出番だ。いいペコ。まずはステータスダウンだ。竜子両ハワン。あー、手が使えなくなった。シマリス客。外れだと。まずい。しかも手も使えない状況だからな。不利だ。百里堂一歩客。レイちゃんだったら足技だらけだからいいけど。じゃあ経験。威力。シマリス客。近づいてきたな。シマリス客。HP がまずいし、また体力ダウン。遠くからシマリス客。まずい。石石か。そうだ、こいつあれだ。遠くにいると石化にする技があるんだ。怖い。
ああ、老子がやられてしまう。このままではその前に倒さなくては。じゃあ経験、危なかった。勝利。お、いいタイミングでレベルアップ。お、成功剣、新しい技を覚えましたね。これはありがたいですぞ。ラストバトルに向けてのいい準備ができそうです。ではラストバトル、オディワンリー戦、挑ませていただきますぞ。きた。ご紹介が遅れてすまない。そやつらはソーズ、マンズ、暗殺剣の使い手であり、常に私の後ろに位置する者たち。そやつらに反逆され、私自身も暗殺されるやもしれぬ。それゆえ、私は隙ができぬということだ。我ら義破門団は仲間ではない。同門だが信頼はない。真の強さとは、そこまでせねば求められんものなのだ。レイ。こやつらは、わし一人で倒す。お主はリーを、オディワン・リーをやるのだ。リーを、あたいが。リーの狙いは、わしらの体力を消耗させることじゃ。わしよりも、お前の方が奴を倒せる力が残っている。思い出すのじゃ。二人の墓前で見せた奥義を。わしの息遣い、間の取り方、その一挙手一投足を、その目に、心に、しかと焼き付けるのじゃ。わかったよ。貴様が私の相手、老子ではなく貴様が。さすがの老子も夜都市派には勝てぬか。ふん。やってみなきゃわからないよ。ガキが、そんなに死に急ぐか。はあ。ん。サモ、ユン、見てだよ。新山剣、奥義。所詮付け焼き場よ。千賀連山剣。さあ始まりました、オディワンリーラストバトル。今度こそこの千賀連山剣でとどめを刺したいと思います。頑張りますぞ、私、そしてレイちゃん。そして覚えたばかりの技使ってみましょう。成功剣、フライ50。大した威力じゃないけどステータスダウンがある。これはありがたい。ドクタだと。私も龍子龍ハマンでステータスダウンだ。28。きた、強老剣、カウンター、邪気剣、HP178。
もうちょっと粘りましょう。シマリス客。何ミス。まずい、毒ダメージが。ああ、強い技が飛んできたか。まずい。しかも毒ダメージまで。アイテムを使うしかない。肉まん。ステータスアップだ。どうする、前に出るか上に行くか。上に行こう。動いた。邪気剣。近づいてきたか。ならばこれでどうだ。成功剣43。おお、強老剣広範囲だ。反撃だ。97。さあ次はどうする、どの手でいくか。もう一回シマリス客。そろそろか。耐えてくれ。よし、じゃあこのタイミングでいくぞ。新山剣奥義、千賀連山剣。くらえ。303。決まった。やっとこの場所でとどめさせた。かっこいい勝利。威力が段違いに強いぞ。くらえ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 。はい、とどめブワーン。ドラに叩きつける。この演出本当に粋ですね。じじ。よくやったな、レイ。強くなったな。何言ってんだ、じじいほどじゃねえさ。新参剣、お主なら正しく伝承してくれるじゃろ。バカ言うな。いや、ここまで持ったのが不思議なくらいじゃ。お主の成長がわしをここまで生きさせたのじゃろ、レイ。お主は本当は優しい子じゃ。優しさと強さ、その二つを忘れてはならぬぞ。わかったよ。さあ、サモとユンに伝えるかの。お主の成長ぶり。うお。お。おっしょさーん。最後の最後でジジイじゃなくて師匠と呼んでくれたか、レイちゃん。ああ、これで、クンフー編、レイちゃんルート、クリアでございますか。いや、優しさと強さを忘れてはいけない。主は本当は優しい子じゃ、か。来るものがありますね。じじ、やっとこのお祝いを割れたよ。けど、あたいの言葉遣いは相変わらずさ。誰も怒っちゃくれないからね。
あたいもじじいみたいになれっかな。いつか、じじいより、優しく、強く、なってみせるぜ。見てなよ、サム、ユン、じじい。このあたいが、新山県の伝承者なのだから。いやー、こういう終わり方でございましたか。レイちゃんルートは相変わらず言葉遣いは戻っちゃいましたけれども、まあこれは彼女らしさの残ってる部分っていったところでございましょうかね。うん、はい。というわけで、配信ではなく編集投稿動画、ライブアライブ、クンフー編、サモルート、そしてレイルート、ともにクリアでございます。いやー、2つともこの収録ちょっと同時にやらせていただいたんですけど、なかなか心と体に来るものがございましたね。いや、おじさんだから結構疲れちゃいましたよ。この感動するルート2つも1回でというか、一夜で2回やるのは相当疲れました。いや、ですがそれだけ感動した物語、ゲーム、作品ということでございましたな。達成感、やり遂げたっていう感覚で今、私の心は満ち満ちておりますぞ。いやー、この動画、最後まで見てくれた人いるかな？いや、そもそも、ユンルートを配信でやったから、この投稿動画自体見てもらえるかどうか、見てもらえるかなーって気持ちでいっぱいでございましたが、もし、この動画を最後まで、サモルート、レイルート両方見ていただけたお客様がいらっしゃるのでございましたら、深くお礼申し上げます。本当に、見てくださいましてありがとうございました。この、3人の弟子のルート。いやー、やっぱり一人だけでも感動しますが、全員見てみたいところはございますよね。どういう結末になるか、どういう言葉を投げかけてくれるかという。時間と体力がかかってしまいましたが、やってよかったって感じでございます。はい。はい。激臭！というわけで、最後まで見ていただきまして、誠にありがとうございました。また、本編のライブアライブでも、ライブアライブ配信でもお会いいたしましょう。本日はご来店、誠にありがとうございました。